ました。ちょっと急速度が深くなってきましたが、他に状況がございますか。こちらはジュリエス、5-5切ってる。ちょっと落ち込んでるな。いけるかな。QSB 深い。ジュリエットロミオ2、ゴルフ、スエラ、ウイスキーです。どうぞ。あ、取ってくれた。うわ、下がってきた。はい、ピックアップありがとうございます。JE8 JRI、こちらはジュリエットロミオ2、ゴルフ、スエラ、ウイスキー。JR2GSW です。取れますでしょうか。どうぞ。あ、いけるな。あ、でも57でいってるんだ。はい、ありがとうございます。QSB で厳しい中ピックアップ感謝いたします。J8JRI、こちらは JR2GSW。QTH は岐阜県不破郡垂井町です。タバコの田、留守祈る、いろはの居、垂井町になります。JCG コード1901-2、ブラボー。1901-2、ブラボーになります。名前は小野です。大阪の野原のの小野と申します。よろしくお願いいたします。初更新かなと思います。こちらの方からレポート、ピークで57ですね。ピーク5757、同じくピーク 57QSB をお送りいたします。J8JRI、こちらは JR2GSW、お返しします。どうぞ。はい、了解です。JRI、はい、小野さんでいらっしゃいますね。多分調でいいのかな ?1901-2ブラボー。はい、コピーしました。今ね、レポートはね、5959まで上がってました。あ、そうなんだ。はい、小野さん、初めてですね。小野さんどうぞ一つよろしくお相手ください。いや、今日ね、ほんとね、コンディションが厳しいんですよね。まあもちろん、ローバンドね、7メガとかは、まあそこそこにぎわってると思うんですけど、ハイバンドはね、21とか、もうノイズまみれみたいな。全然聞こえてないんじゃないかな。変なノイズ出てますけど。ブリブリノイズが。全然ですよね。全然だね。28とかも、もう全然なんすよ。今日収録してるのこれ、7月の、下旬なんですけど、いやー、いつもだったらね、この時期、e スポシーズンで国内バンド開けてたりとか、今ね、サイクル25のピークにね、差し掛かってて、F 層の電波もね、調子がいい時期なんで、本来であればね、この辺のハイバンドってね、何らかの、理由で盛り上がってるはずなんですけど、いや、全然みたいな状況でございます。で、そんな中、今日はね、18メガが使えたんで、18メガがね、かろうじて開いてたんで、今18メガでね、更新をさせていただきました。はい、今日はこの18メガのね、魅力と、あと、出るためにどんなアンテナを使っているのかというお話をしたいと思います。はい、ということで18メガで遊んでみました。ワークバンドってやつですね。
あのワークバンドって僕ちゃんと理解できなかったんですよ。実はこう、あの本当に恥ずかし、お恥ずかしながらアマチュア無線ね、15年とかやってきて、ワークバンドが何たるか最近までよく知りませんでした。なんとなくね、10と18と24で、あのまったりしてるバンドをワークバンドって言うなーっていうのは思ってたんですけど、ワークバンドって1979年だったかな、ワークっていう世界の、無線通信を管轄する官庁が集まった会議で、アマチュア無線バンドとして新たに指定されたからワークバンドって呼ばれてるらしいですね。はい。で、このバンドの特徴っていうのは、それぞれ、あの、帯域は狭いんですよ。10メガだったら 50kHz ぐらいしかないし、18と24も 100kHz しかないんだよね。18メガだったら 18.068 から 18.168 っていう 100kHz しかない。で、その中でまたフォーン出れるのは 50kHz だし、狭いバンドなんだけど、狭いバンドの割には、すごくね、まったりした雰囲気が流れてるバンド。なんですよ。あのコンテストやらない、ワークバンドはコンテストやらないっていうのもあるし、まあそもそも出てる人も、まあなんか昔はすごいね賑わってた時あるらしいんだけど、最近はねこうそんなに多くないし、まあそのこうゆっくりと今日の更新もそうなんだけど、まあ雑談とかしながらまったり更新しながら、無線通信そのものをね、純粋に楽しめる、時間に追われたり周りからの抑圧に追われたりすることなく純粋に楽しめるねバンドだなっていう印象ですよね。で、あの SSB だけじゃなくて RTTY とか FT8 みたいなのも盛んだし、 CW も盛んだし、本当自分の遊びたい遊び、モードなんかをゆっくり楽しめるね、バンドということですごくいいんですよ。ただ僕ね、18メガ自宅で出たの、これ動画にしたのは初めてだと思うんですよね。で、過去には18メガの更新動画、僕ももチャンネルで出してるんだけど、全部移動運用だと思います。というのはアンテナの問題なんですよ。あの僕の自宅って屋上かベランダにつけられるアンテナっていう感じの、環境なんで、そのいろんなバンドのアンテナを上げるって厳しいんですよね。 HF って一言言ってもいくつもね周波数帯あるじゃないですか。でもその中で限られた環境でアンテナ上げようってなると、やっぱね7、21、28みたいになってくるんですよね。だから僕ずっと7、21、28の、V 型ダイポールを、自宅に設置してるっていうのをずっと続けてきたんですね。そうするとワークバンド10、18、24もそうだし、14とかね、そういうのも出ようと思うと、まあ、移動運用になっちゃうみたいな感じだったんですけど、そこでそれを、解消してくれたのが屋外型 ATU なんですよね。で、この間も紹介したけど、ICOM の AH730 を今メインで使ってます。まあ MFJ もちょっと触ってみたりとか、ね、なんかうまくいかなかったんだけどしたこともあるし、あとあるんだけど、ただね、 ATU ってまあ、こうロングワイヤーとか、長めのエレメントを、同調ね、いろんなバンドに取ってくれる魔法のチューナーなんだけど、やっぱね万能じゃないんだよね。まあ、いろんな欠点があるはあるんだけど、僕らが体感できるもので言う、僕がよく体感してるもので言うと、そのローバンド出たいじゃないですか。で、ローバンド出るためにはある程度エレメントの長さが必要なんですよ。だから15メートルとか20メートルとか25メートルとか、ロングワイヤー引っ張りたくなるんですね。そうすると、まあ 3.5 とかも出れるよみたいな感じにはなるんですけど、一方でね、ロングワイヤーつけちゃうとハイバンドの性能が落ちるっていう印象があります。もちろん、ATU だから、その SWR は下がるんですよ。チューニング取れないわけじゃない。だけど、長いエレメントにしてると、その、チューニング取れてるんだけど、なんか21とか感度悪いな、みたいな。なんかね、18とか21とか感度悪いな、みたいな。なんか飛ばねえな、みたいなね、感じになるんだよね。だからね、落ちるは落ちるん、SWR は落ちるは落ちるんだけど、性能がフルに発揮できてる感じになるかっていうと、やっぱりね、それにね、同調するのに近い長さのね、エレメントがいいよって話になっちゃうんですよね。で、それを解消してくれるのが、今僕が使ってる CPATU なんですよ。
で僕は CPATU を、ベランダのこの手すりみたいなところにつけて、まあ、立てて、そこの下に、H730 をつけてっていう感じで、まあ、この写真みたいにやってるわけなんだけど、これねやっぱりその CPATU そのものが、こうね、中間にコイルついてって電気的な長さ稼いだり各バンドへの同調をしようっていう風にこう働きかけてくれてることによって、その電気的な長さ、要はローバンドに同調するための電気的な長さも確保できてるし、ハイバンドにある程度同調しようとエレメント自体が働きかけてることによって、やっぱ効率よくハイバンドも、チューニング取れるみたいなんだよ。なのでローバンドにも出つつ、この間僕 3.5 で更新してる動画出したと思うんだけど、 3.5 夜楽しんでるそのままのエレメントアンテナ環境で、今日みたいに18も、結構いい感じで出る。今日ほんとコンディション悪くて、途中かなりねあの QSB で落ち込んじゃったりもしてたけど、それでも IT 記憶しっかり取れてたみたいだし、あいいなといいなって感じるねものなんですよね。はい、ということでこの屋外型 ATU と CPATU の組み合わせっていうのが、なんか今まで抱えてたあの課題を解消してくれてる感じがします。もちろん H730 だけじゃなくて、ヤイス無線だったら FC40 もあるんで、 FC40 なんかも、多分メモリーできるあのチューニングのデータで言えば H730 より多いと思うし、高速チューニングに向いてるチューナーっていうイメージがあるので、あのヤイス無線のトランシーバー使ってる方は FC40 もね、使ってみるといいんじゃないか。僕も長期間使って、借りて使ったことあるんだけど長期間使ったことないんですよ。あの FTDX10 あるんで欲しいけど、何個も何個もね、 ATU も何個持ってるのみたいな感じになっちゃうんで、ちょっとあれなんですけど、使って試してみたいですよね。 FC40 と CPATU の組み合わせみたいなのね。はい、ということで、やっぱねアマチュア無線やっててもいっぱい敷地あってタワー立てて長いワイヤーも張れるし、でかいヤギアンテナも上げられるしみたいな環境の人って限られてると思うんですね。多くの人は僕みたいに屋上のみですよとかベランダのみですよとか、そういう限られた環境にアンテナを設置してアマチュア無線を楽しむってことになると思いますんで、まあその中の選択肢としてはこの屋外型 ATU と CPATU の組み合わせっていいんじゃないかな。結局のところ僕 V 型ダイポール最近あんま正直使わなくなってきてて、要はあの V 型ダイポールより悪いところがねないんですよ。これがさっき言ったみたいにロングワイヤーと組み合わせて使ってると、あやっぱハイバンドだったら28やるんだったら V 型ダイポールの方がいいかなみたいな感じになると思うんだけど、その辺の欠点が解消されちゃってるんで、なんか CPATU だけでいいじゃんみたいな感じになっちゃってね、これを上回るには本当タワーの上にでかいヤギアンテナ立てましょうとかそんな話になっちゃうんで、それは僕は絶対無理なんで、うん、なんかやっぱ CPATU いいわって感じになってます。はい、あの開封の時もこれ便利やみたいなね感じで話したと思いますが、実際僕も、プライベートで今ヘビロテしてるアンテナは、CPATU だという話でございます。はい、ということで、第一電波工業の CPATU の情報説明欄の方にリンク、メーカーウェブサイト貼っておきますので、そちらの方で気になる方はチェックしてみてください。そして、各アマチュア無線機販売店で取り扱ってると思いますので、ぜひ問い合わせをしてみてください。この動画が良かった、役に立ったという方は高評価ボタンを押していただけると、モモスケの動画作りのモチベーションアップにつながります。チャンネル登録もよろしくお願いします。 X もやってます。説明欄のリンクからチェックしてフォローしてください。以上、モモスケでした。バイバイ。